100g の塩です。半分ぐらいで、もんできます。一の絞ります。すごいアクでーす。 OK、 洗って一度戻して、残りのお塩を入れます。で、もんでいきます。2回目の時は力がいります。塩の力がすごいですね。変にこの塩のザラザラ感がこう絞ってても感じなくなってきたら良しとします。絞ります。
い、こちらがアクです。すごい綺麗な紫。こちら 300g の赤しそ、塩もみしてアク抜きするとこれだけになります。本当に少しになっちゃうんですね。石の水で洗いたいですが、もう追いつきません。あれだけあった赤じそ、塩もみしてアク抜きしてこれだけになりました。先日漬けた梅です。たくさん水が上がってます。メスです。ちょっとこしながら入れます。きれいな赤色になってきました。見事です。綺麗な赤。こちらのシソを梅の上にのしていきます。しっかり覆ってしまいました。で、落とし蓋をして、キララの石でやはり重しをして、赤外線とマイナスイオンの空間にします。美味しくなれ。